願いします。お願いします。現在もうあのリーグ真っ最中ということで、やばかったっすね最初それはやっぱ どうその体感で、ここで無理なら、もう引退しなくちゃいけないなというふうにそこまで考えてたんだ。今回横浜 F マリノスの西村拓磨選手にやってきていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。現在もうあのリーグ真っ最中ということで、もう優勝を争っている子なんですが、現在西村拓磨選手今年27歳プロ9年目ということで、今現在リーグでも24試合3得点4アシストと活躍中なんですが、そんな西村選手あのここに至るまで結構泥臭くというか雑草のようにあのいろいろと努力をし続けてきたと思うんですけど、その西村選手のちょっとストーリーに、昔のことを聞きながら現在に至るまでということを見ていきたいと思います。でまず愛知県で生まれて、県選抜中学校小中という県選抜には入ってる。ああ入ってました。はい。だからまあ中学校は入ってないです。入ってない。はい、そこら辺はまあそのレベル感的にはどういう立ち位置だったの、その県で、まあ選抜入ってたらある程度ね、はい、注目されるとかなんだろうけど。小学校の時はまあ結構県だったり東海なんでしょう、東海トレセンみたいなやつの。うんうん、今参加させてもらったり、小学校は結構良かったイメージですけど、うん、中学で一気に本当になんか体が自由に動かせなくなって、うん、すごい挫折というかもうやばいなと思いました。そこはもう選抜とかも入れず、そうですね、もう市の選抜くらいしか入れなかったです。県もしてっていう感じでした。でもそこから富山第一に行くんだけど、はい、そこはあちらからオファーがあったのか、自分から志願して練習参加行ったのかっていう。あ、そうですね、おばあちゃん家が富山にあって、うん、で富山第一ってセレクションがなくて、あ、もう誰でも入れる。誰でも入れる。で、なるほど。県外から来る人もいないし、うん、寮がないんで地元の人たちだけでやるっていうスタイルなんで、うん、まあ普通に入りたいって言って入った感じです、うん。あ、それで、まあ、あのおばあちゃん、まあ、愛媛県から、はい、愛媛じゃない、愛知県めちゃくちゃボケてる。愛知県から、はい、愛知県から、富山に引っ越して、はい、でそこで富山第一、実際にこう入学して、はい、入部したと思うんだけど、サッカー部に、はい、実際どうだった、そのレベル感とか含めて。いや、僕の上だったり2校上の先輩は本当にレベルは高かったんですけど、うん、僕の代からカターレ富山ユースが本当に新しくできて、僕の代が1年目っていう感じなんですけど、もう富山のいい選手はみんなカターレ富山に、あ、そっちに流れちゃって、うん、で富山第一の僕の代は本当に言い方悪いですけど、そんなにレベル高くない人たちがいっぱい集まった感じだったんで、うん、同い年だったら全然できるなっていう感覚はありましたけど、1個上2個上の先輩たちと比べるとやっぱ全然一個上の先輩でプロ行った選手とかは、大塚翔さんっていう、元監督の大塚一郎さんの息子、で大学経由して琉球に行ったと思うんですけど、その選手ぐらい。そうですね、でも実際にいろいろ高校交代連のチームで、はい、まあきつかったあるあるみたいなのいっぱい聞くんだけど、はい、富山第一は実際にこの3年間通してどうでした？いや、全然きつくないです。全然きつくないです。あれ確かにもう柳さんかな。はい、あ。柳さんも同じこと言ってたから。全然きつくないです。あのしっかりとサッカーをこう やらせてもらえるっていう。確か柳さん、鹿島行ったね、行ったよね。文武両道で、うん、で勉強も最低限やらなくちゃいけないし、うん、サッカーもいろんな高校の話を聞いてるようなスパルタではないです、ね。じゃあ入部してすぐ1年生の時からめちゃくちゃ走らされたとかそういうわけ？まあ走りは走りでありましたけど、嫌な走りはそんなになかった。思い出にないですね。まあ学校は家からちょっと遠くて、うん、自転車で1時間っていうくらい。ああ、まあそれはそれくらいですね。それかなりハードだね、確かに。でもみんな結構多いんですよ、だから自転車の人とかめっちゃ多いし、そのロードバイク、うん、本格的なバイクの人も多いですね。あ、そうなのね。
で、まあ、そこで富山第一で、まあ、でも2年生の時に全国優勝するわけなんですけど、実際にその時どうでした？やっぱ上の学年がいい選手もいたっていうのもあったと思うんだけど、本当に僕が出る前の人が前十字靭帯やっちゃって、夏くらいにそれで出れるようになったんで、言い方悪いですけど運が良かったっていうのもあるし、本当に上の人たちはレベルが高かったんで、ほとんど3年生のおかげで優勝できたかなと。3人しか2年生入ってないし、あ、1年生も誰も入ってないんで、ほとんど3年生だけでした。でそこで、でも高3を経て、まあ、ベガルタに入団するんだけど、それは高校3年の時に決まってた、それとも高校2年時からもう、いや、もう大学最初決まってて、早稲田大学に決まってて、で、小論文面接で落ちて、あ、そういう運命が、で、高校の監督もそこで急に慌てちゃって、僕はもうプロ行きたいっていう志望はあったんですよ。ずっとサッカーで飯食いたいっていうのもあったんですけど、監督的にはもうまだそのレベルには達してないっていう感じだったんで、大学経由のプロを目指してたんですけど、まさかの落ちて、でそしたらそのプレミアリーグに仙台のスカウトの人がたまたま東福岡のその時有名だった選手を見に来てて、でその時にめちゃいいプレーしてたんですけど、その時に話があったらしくて、けど僕はもうそれ早稲田決まってたんで、監督はもう大学に行くんでっていう風になったら、で落ちてから監督が仙台の人に電話してくれて、で練習参加させてもらうことになって、仙台に行って練習参加してすぐ決まって、でも5日間の練習だったんですけど、2日間は雪で全くできず、練習できずで、ゲームもしてないし、本当にシュート練習だけしかしてなくてでそれが本当に調子よくて、で渡辺進監督に、そのもう帰ってる日に、来年 やろうみたいな感じで言ってもらえたんで、本当に就活に成功したっていう感じでした。すごい、結構だね、それは。でもその高3の時に、まあ選手権は県内でだもんね、負けたのは。そのもう出てないですね、インターハイも出てないし、プレミアリーグも落としたし、じゃあまあそこを、まあ、大学、まあ、結果的に落ちてしまったんだけど、そこでプロの道が開けたというか、自ら掴み取ったという形ででもまあ後々聞いたら21歳以下の選手が多分いなくて、ベガルタに。ああ、その当時、多分来る前から取るって決めてたみたいな。そうなんだ。練習参加来る前に決めてたみたいな感じで強化部長の人には言われました。そこで、まあ、いざベガルタ仙台行くんですけど、結構プロ入ってもキャリア的に、まあ、1年目2年目とは結構苦しんだのかなっていう、まあ、2年目から試合出場がこう、ちょこちょこ出てくるんだけど、実際にじゃあベガルタ仙台そこでこう入ってみて、このプロっていうレベル感をどう思ったか。いやー、やばかったっすね、最初それはやっぱ、どうその体感でどこが違いを感じたっていう。いや、全てにおいて、技術もスピード感も全くついていけないし、本当に基礎トレーニングでさえ全然できなかったんで、めっちゃその時は怒られたし、先輩たちにしかもめっちゃ多くて、そういう人たちが、ちょっと怖い先輩たちが、そうですね、めっちゃ多くてで、まあ、下打ちも何回も聞こえてたしで、まあ、でもどっかにやっぱり芯っていうものがあったんで、やっぱ続けてこられたしっていう感じですかね。でもまあ今思えば本当にありがたかったかなと思います。当時印象深かったその先輩とか、その技術的な部分とかも。めっちゃいましたね、野沢さん、野沢拓也も。はい、もう何回も高校帰ろうかって練習中にも言われるし、まあみんなでも富田慎吾さんだったり、鎌田二郎さん、大海さん、あ、大海もいたのね。まあでも本当に自分でも分かってたんで、それが、けど本当言ってもらえたのが今振り返ると本当にありがたかったかなと思います。そこでこう試合出場に、まあ、2年目からちょっとずつつながって、3年目はコンスタントに出る、だけどそこにどうやってこう
その1年目の挫折に近いものをつなげていったのかなっていう、はい、どうですかね。2年目の出た時もやっぱり怪我人がフォワード全員怪我して僕しか使う人がいないってなって使ってもらって、そこでたまたま点取れて、うん、なんかやれんじゃないみたいな感じになったんですけど、なんか特別に個別でやってた練習だったりとか強化してたところっていうのは、いやもう本当にまず自分の中で足りないものっていうのはいっぱい分かったし、本当に平均値を上げないともう絶対やっていけないと思ってたんで、とにかくできることを毎日やっててしかないと思ってました。よくこういろいろこう、ね、先輩とかでもそういう言葉を受けたりとか、うん、メンタル的にこう弱ってたりするとどうしてもそれがこう気持ち的に切り替えられない選手も中にはいると思うんだけど、西村選手はどう、それが反骨心になったり、こっちくしょうっていう悔しさに変わったりするタイプだったの？いや、そうっすね、何てんだとは思いましたけどけど受け入れてる自分がいたんで、分かってることをずっと言われてた感じだったんで、言われた時はうざいですけど、そこまで達してないっていうレベルにはなってたの、分かってたの、自分で分かってたんで、客観視してる自分もいてっていう、まあ当然悔しさはありましたけど、いや本当に練習行きたくない時もいっぱいありましたけど、けど、まあここで飯食ってくって決めたんで、やるしかなかったですね。でその後、ベガルタで2000シーズン半目でロシアに行った、はい、まあ、ロシア、チェスカモスクワ、はい、そこで海外、まあ、挑戦という形で、その後ポルティモネンセに行くんですけど、はい、そこはどういう、こう経緯というかでの海外挑戦だったのか、誰かにこうあと影響を受けたのかというところも含めて、ワールドカップを見て、本当にあの舞台に行きたいというふうに思って、で代理人の人とかにもやっぱ海外に行きたいっていう風に言ってて、でまあシーズン10点取ったら生かしてやるみたいなの言われてて、でそしたら半年くらいで10点くらい取って、で代理人の人もなんか急に慌ててでそしたら行けることになって、もうすぐ食いついていったっていう感じです、実際いざ初海外挑戦、行ってみてそのどうだったっていう、いやもう仙台の1年目と一緒の感覚です、はい、それはまあ言語も通じないし、はい、あとサッカーとかが全く違う感じ、そうですね、違いも感じましたし、また全く足りてないなと思いながら、っていう感じでした。そのやっぱ上手かったの、そのロシアのそのリーグ、あ、上手いですし、まあ技術レベルも高いし、フィジカルレベルももちろん高いですし、スピード感も違いました。ポルティモネンセに行って、まあ、試合数はちょっと減ってしまうんだけど、はい、そのこの海外挑戦っていうのは、はい、西村選手にとってどういう、こう、はい、海外挑戦だったのかなっていう、いやーもう本当にあの時決断してよかったと思ってるし、まだ悔しさもありますし、取り返して、取り返すじゃないですけど、また挑戦したいっていう気持ちは強いです、でそこで、まあ、そこのシーズンベガルタにまた、はい、戻るんですけど、そこの決断っていうのはポルティモネンセでその、はい、あんまりこう試合数が少なくなってっていうのも影響してっていう、はいはい、そうですね、もうロシアで物足りないっていうのを分かってたんで、そこでまた違うところで、まずそのロシアのチェスカモスクワのレベルに自分がもう達しないと思ったんで、他のとこでやっぱり修行じゃないですけど、やりたいなというふうに思ってポルティモネンセに入って、でやっぱり挫折の挫折を味わいましたね。いやここでもやっぱダメだなと思いながら、それはサッカーレベルっていうところ、個人サッカーレベルですね、個人のレベルがやっぱ、っていう感じし、コミュニケーションとかは、まあ、そこら辺は問題はなかったですね、日本人の選手もいましたし、その時ちょうどコロナになったんですかね、でタイミング的にも難しい決断でしたけど、このままじゃまずいと思ったんで、一回やっぱ日本に帰りたいというふうに思いました、はい、でまあまたこうフルスっていうか、まあ、ベガルタに戻るんですけど、はい、まあ、でもそこではコンスタントにも活躍して、
だったんですけど、その後、まあ、横浜 F ・マリノスからオファーが来て、まあ、現在に至るんですけど、そこの、まあ、帰ってきて、まあ、ベガルタで、まあ、このシーズン過ごしてオファーいただいた時の、まあ、実際にどう思ったのかなっていう、その何チームかあって、うん、でやっぱりその海外経験したっていうこともあって、うん、そのスピード感だったり、うん、インテンシティの高さっていうところで物足りなさは感じてたんで、うん、自分にとって、まあ、一番物足りない力を感じるチームがマリノスだと思ったんで、うんうん、ここでやるっていう風に覚悟を決めたっていう感じですね、うん、ここで無理なら、うん、もう引退しなくちゃいけないなという風に。そこまで考えてたんですか。まあ、僕のプランではもうここでダメだったら上にはいけないというふうに思ってここに入りました、うんうん、でも昨シーズンも含めてなんだけど、プレースピードと動きの質がマリノスに来てめちゃくちゃ変わったなって思うんだけど、そこはやっぱ練習だったり周りの環境だったりっていうのも含めて自分でもそのなんか実感してるとこは。いや、もう元々センターフォワードで取ってもらったんですけど、うんうん、で急にトップ下になってから、うん、その自分のストロングっていうのがなんか分かるようになって、うんうん、あ、こういうこともできるんだというふうに初めてプロになって発見じゃないですけど、うんうん、新たな自分が見られたで、逆に自分もびっくりしてました、うん、けどやっぱりここの選手たちは本当に練習に対してだったり、うん、個人のメンタルの高めようとするところが本当に全員にリスペクトがあるんで、うん、すごいそこはもう本当にここに来れて幸せです、うん、なんか。いや、練習も前に1回取材させてもらって、はい、めちゃくちゃいい雰囲気というか、はい、ちょっとあのいい緊張感もありつつ、まあ、楽しみながら練習をみんながしてるっていう印象がかなりあって、で、あの2023年その代表、はい、であのファーストタッチゴール森保監督になってのウルグアイ戦、はい、実際にファーストタッチゴールって どんな気持ちなのかなっていう。いや、ファーストタッチっていう感覚はそんなになかったですけど、うん、いや入っちゃったみたいなねいや入っちゃった、うん、まあそんなに考えてはなかったです、何も。今マリノスでこう活躍してるんだけど、その代表っていうことに対してはどんな思いが常に持ってるのかなっていう、今代表の話もしたんですけど。いや、もちろんそのワールドカップに出場して、うん、やっぱ今チームは優勝という目標を掲げてやってる中で、自分もやっぱりその一員になりたいと思ってますし、自分をしっかり見るとやっぱそのレベルにはまだ達しないと分かってるんで、仙台の1年目じゃないですけど、うん、そういう新しい気持ちでやれてるんで、本当に目指すところではあります、うん、今まで続いてきて、なんか常にこうチャレンジして挫折して、はい、でそこでまた立ち上がって客観視してみたいな、それの繰り返しで、はい、まあ、今の現在があるのかなっていう印象ですけど、はい、そんなまあ西村選手、まあ、現在もまあリーグ戦真っ最中ということなので、はい、最後にその今シーズンの目標と、はい、まあ、個人としてのこれからの目標を聞いてちょっと示させてもらいたいと思います、はい、いやまずはチームとしては本当に取れるだけのタイトルを取りたいですし、まあ、個人としては本当に個人のレベルアップを考えながら結果を出すっていう風にやっていかなくちゃいけないと思いますし、本当に強い覚悟を持って、まあ、結果で証明しながら自分のレベルアップをしたいなと思ってます。なんかこれからプロを目指す子たちに一言だけ、なんか西村選手がこう大切にしたことっていうか、どうやってこう何を大切に、こうメッセージじゃないか、芯がないと、まあ、ぶれてしまうと思いますし、やっぱり何があっても最終的な目標だったり夢っていうのを忘れずに、まあ、いろんな遠回りをしてもいいと思うんですけど、そこの軸だけぶれずに、まあ、俺はやってやるんだっていう気持ちを持ちながら、まあ、日々過ごしていけば、やっぱその軸があることによって過ごし方も変わってくると思いますし、そこの軸はぶらさないということが
伝えたいですね、うん、はい、ありがとうございます。貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。これからまあリーグ戦もあるんですが、概要欄の方に横浜 F マリノスのリーグ戦だったりカップ戦の情報を含め、記載させてもらいますので、皆さんぜひね、直接応援に行っていただけると、選手含め、チームスタッフ含め力になりますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思ってます。で、9月29日、金曜日なんですが、19時から、まあ、リーグ戦のかなり熱い試合が、まあ、ヴィッセル神戸戦がありますので、そちらの方に僕もイベント参加もさせていただきます。トークショー、僕と鳩さん、栗原雄三さん、あとバンドさん、その4名でトークショーをさせていただきます。で、試合前から、いろいろな楽しいトークや、まあ、過去の話も含めてみんなでワイワイガヤガヤと皆さんと楽しんでいきたいと思いますので、ぜひトークショーの方も参加よろしくお願いします。本日は西村拓真選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。